それでは記者会見を行います。新規の感染者が確認をされました。本県における1日あたりの感染者の発生件数としては過去最多となります。感染者の概要につきましては先ほど担当課長からご説明をしているところでありますので詳細については割愛をさせていただきますが、本日発表します16名のうち4名の方が先日の17日に発表させていただきました岩国市マリフ地域にある接待を伴う飲食店の従業員やそのお客様ということになっております。このお店での感染者は合計で8名になることから県内で6例目となりますクラスターの発生を確認いたしました。これによりましてマリフ地域においては飲食店で11月13日にですね1つ目のクラスターが発生しましたが、それに続きまして2例目のクラスターということになります。そして、感染の県内の状況でありますけれども、11月になってからの状況です。県全体では88名というですね感染がこの11月になってから出ておりますけれども、そのうち岩国市が多くて66名でありますが、中でもですねこのマリフ地域の関係が46名、これはマリフ地域における接待を伴う飲食店の関係ということです。ということで、ここが多数を占めているという状況になっているということであります。そうした中で、この感染の拡大をですね、今の起きているこの感染の拡大を一刻も早く抑え込みたいと思います。従いまして、このマリフ地域におけます緊急の一斉 PCR 検査、これを直ちに実施をいたします。地元の市、また猟員組合の協力いただきまして、このマリフ地域においては、接待を伴う飲食店、約300店ありますけれども、その従業員の方を対象にですね、今日からあさってまでの3日間、緊急の一斉検査を行いたいと思います。ここに書いてあります連絡先にですね、ご連絡をいただいてですね円滑迅速に検査を行っていきたいと思います。短期間で、周知的な検査を実施をするところでありますけれども、詳しく言いますとこのマリフ地域の3丁目と6丁目ですね、飲食店が集中しておるエリアですけれども、ここの接待を伴う飲食店におかれましてはぜひこちらのお問い合わせにご連絡いただいて、検査にご協力をいただきたいと思います。この検査を迅速に行いまして一刻も早くですね、皆さんの不安を取り除く安心を回復をしていきたいと思いますので、ぜひ迅速な検査にご理解とご協力をお願いをいたします。それから重ねて県民の皆様にお願いですけれども、感染者また感染の疑いのある方等への誹謗中傷、これはあってはなりません。絶対にやめていただきたいと思いますので、重ねてよろしくお願いいたします。なお昨日発表しました岩国市医療センター医師会病院におけるクラスターの発生事案につきましては、昨日医療従事者や患者等214件の検査を実施をいたしました。その結果2件の陽性が判明をしたところですけれども、いずれも医療スタッフ等であって患者への感染は認められておりません。院内の感染の拡大を食い止めることができているものとそのように認識しています。また昨日は全国の感染者数、これも初となります2000を超える、そうした感染の拡大が続いております。こうした状況、本県もですね昨日も申し上げましたけれども、こうした大きな波は山口県にも必ずやってくるというふうに思っております。改めて県民の皆様におかれましては、感染予防、ご自身が感染しないような対策、改めて一段と意識を高く持って日々の行動を取っていただきたいと思います。私からは以上です。それではご質問のある方からよろしくお願いします。そうですね、もちろん感染の拡大の状況によっては常に休業要請というかですね、さまざまな手段というのは頭に置いておかなければいけないと思います。このまず PCR 検査をしっかりとこの地域において実施をしてですね、まず感染が本当にどの程度広がっているのかというのを迅速に把握をしたいと思います。お店の把握をして、もし出てくればですね、そこからまたその関係者、
お客さんとかですね、いうふうに広げて、まずは真っ先に封じ込めを行っていきたいと思いますが、感染拡大状況によってはですね、さまざまな手段もこれから頭に置いておかなければいけないというふうには考えております。まず住民の国に、過去最多となったのを、そこに関しては受け止められます。はい、全国も昨日も初めて2000人を超えたということで、感染の拡大、しかも急速な拡大が起きておりますので、こうした波をですね、山口県も受けているということの表れだろうというふうに思います。我々としては対処すべきなのはですね、まず速やかに感染の状況というのを把握をすること、今回もそうですけれども、一斉に PCR 検査を行ってですね、まず速やかにどこまで感染が広がっているのかと、しっかり一つ一つ把握をすると。でこれとともに、感染確認できれば、そこから その広がりというのをまた個別に抑えていくというですね、そうした対処をスピーディーにやっていく必要があると思っております。そうしたことに全力を傾けているところです。菅総理は今朝の会見をしていました。その中でですね、最大限に警戒をするのかどうかというのを言ってたんですけれども、今県内としては知事としてはどういうふうに考えるんでしょうか。警戒レベルは県内で市中感染、あちこちでですね、一般の方が感染しているということではなくて、今言ったように、特定の今回、クラスターですね、岩国地域で、病院でも起きて、これは今、感染の把握、封じ込めができている、順調にいっているというふうに考えておりますけれども、飲食店、接待を伴う飲食店、立て続けに起きて、そこから広がっているということですね。ですので、なんて言いますか、県内全体で感染が広がっているわけではなくて、やっぱその個別に今、急速にですね、広がっているかもしれないというところを速やかに見つけて抑え込むということを、我々としては今そういった方で対処すべきだというふうに思っております。もちろん県民の皆様にですね、全体的には感染が増えていますから、日本全国でですね、感染するリスクというのは高まっているということは意識を持ってもらって、先ほど申しましたように、日常生活のいろんな場面場面で、一つ一つの行動にですね、一層意識を高く持って感染防止に取り組んでいただきたいと思いますけれども、今県内で起きていることで言いますと、特定の箇所等でですね、感染が広がっているということですので、そこをまず すぐに抑えてですね、把握をして迅速に封じ込めするということが、我々が県内で感染を抑えていくときに取るべき方法だと思っておりますので、そのことに全力を挙げていきたいと思います。昨日は飲食であるとか人数制限というのは検討しないと言われてましたが、改めてこういう事態になって制限されて検討されるということはないでしょうか。もちろんですね、昨日も申しましたが、ステージ3にですね、移行するような、そうした兆候が見られる懸念がですね、生じれば、その制限についても遅滞なく検討していきたいと思います。今はですね、まずはこの起きているのは、マリフ地域における接待を伴う飲食店での感染の拡大、この広がりをですね、しっかりと速やかに把握をすると、それによってですね、個別に感染を捕まえて抑え込むということに全力を挙げるべき、そういう時期、やるべきことだと思います。特に岩国のエリアの皆さんですが、早田の期間中は夜のところを自粛していただくとか、そういうようなメッセージですか。これはまた感染のですね、これから3日間確認をしますので、その中でですね、感染の広がりの状況によっては、市民の皆様にもいろんなお願いも、その状況に応じてしなければいけないというふうに思います。現時点ではクラスターが2件発生しているということで、そこについてのですね、お客さんの把握とか抑え込みは、しておりますので、このエリア全体でですね、何か行動を控えてもらうということまでは考えておりませんけれども、岩国地域で感染が広がっていることについては、意識をですね、持ってもらって、日々の行動は気をつけていただきたいと思いますが、この今回、検査をして、またその広がる状況によっては、さまざまなお願いをですね、きめ細かくしていかなければいけないというふうに思います。先ほどの別で、接待を伴う飲食店ではなく、その陸地域の普通の飲食店を訪問したというエピソードがある、まだ現在、調査中の人にも多いようです。接待を伴わない地域の飲食店を利用した方の感染も見られています。で今回接待を伴わない飲食店の従業員を対象にされていますけれども、ちょっと対象を広げるべきではないかと考えましたけど、その辺どのように判断されているんでしょうか。
今、特にクラスターが起きている県ですね、そこで従業員同士とお客さんに広がっているという、感染がそのお店を舞台に広がっているというところが、その接待を伴う飲食店で確認をされておりますので、まずはその場所をですね、しっかりと、感染状況を把握するということが優先だろうと思います。当然そこからですね、感染状況がさらに広がっていることが分かれば、そこからの濃厚接触者の把握等をしてですね、個別の抑え込みをしていきたいと思いますけれども、今真っ先に抑えるべきは、クラスターが発生をしてですね、しかもお店の中で広がっているということが懸念をされます。接待を伴う飲食店、これをですね、最優先に、これを一刻も早く検査を終わらせるべきだと思います。私によろしくお願いします。日本医師会の中川会長が、今度の週末、昨日は全国的に開催になったということを伝えて、3連休ですけれども、秋の我慢の3連休にしてほしいというようなご発言もありました。全国の状況を踏まえて、県内も今それと同じようなこうするかのような波の描き方で感染が広がっているんですが、そのあたりは県民の皆さんにどんな呼びかけをしていきたいというお考えですか。GoTo 等についてはですね、従来も申しておりますけれども、新しい旅のエチケットですとか、行くことそのものというか、行った先での行動に気をつけてもらうことによってですね、感染のリスクから自分を守るということはかなりできるはずですので、そこは改めて、この3連休の間もですね、あちこちに行かれる方については意識を改めて強く持っていただきたいというふうに思います。会長さんは、医学的な立場からその我慢してほしいと、移動を抑制してほしいというメッセージを発せられてますけれども、そこまでする必要はないということですか。今、県内で感染拡大している状況というのはですね、今言った接待を伴う、特定地域の接待を伴う飲食店等を中心に広がっている部分でありますので、県外に行ったことでどんどんウイルスが県外からですね、持ち込まれていって県内に広まっているという状況とは違うと思っておりますので、そこは各県の状況等に応じてですね、何をすべきかというのは判断するべきではないかと思います。山口県の場合はまだ県内外等について一時期、自粛してくださいという時期もありましたけれども、そういったことの対策とか必要ないのか。もちろん各県においてですね、移動制限等の県境をまたぐですね、移動うちの地域についてはやめてくださいというのがあれば、そういったものはきちんとまた合わせてメッセージを出してですね、行かなければいけないというふうに、思いますけれども、現時点ではですね、直ちにそれを行うということは考えて、おりませんし、ただまた各県の状況によってですね、そうしたメッセージ何がですね、出ることがあれば、ここはしっかりと協力をして我々も訴えかけていかなければいけないだろうと思います。近隣県もそうですけれども、特にその東京をはじめとした関東とか、関西を中心としたそういった大都市圏でもかなり桁がこれまでと違う形で感染者数増えてますけれども、そうした大都市圏との行き来についてはどのようなメッセージを考えますか。もちろんですね、全国的に感染が広がっておりますから、県内県外を問わずですね、ご自身の感染予防、ご自身を感染から守るという行動については常に気をつけてもらう、その意識を一段と高く持っていただきたいと思います。その大都市圏に意識をしないでくださいということは今の時点では言わない。そうですね、そこまでは今の時点では考えておりません。これはまた全国の状況、あるいは国なりですね、各自治体の方の動向を見ながら個別に判断をしていく必要があると思いますけれども、現時点においては考えていないです。ありがとうございます。この一斉検査の関連なんですけども、はい、今までこの2件同時期でそのクラスターが発生してですね、原因についてはさまざまな情報を聞いていると思うんですけども、実としてはどういうところがこうクラスターにつながってきたというふうに考えますか。そうですね、何か のきっかけがあってですね、感染が入っているところだと思いますけれども、このクラスターになってから分かってくるとですね、お店の従業員からなのか、お客さんからなのかとなかなか把握が難しいというところがあります。一点一点で分かればですね、その人の行動歴を調べて分かるわけですけれども、なかなかそこの今特定には至ってないというところがあります。もちろんその一定期間ですね、山口県においても感染者が出ないという時期がありましたから、当然感染が出たというのはまあどこか予想からですね入ってきたということがその一番最初のスタートだろうというふうには思いますし、何らか外からの要因があるんだろうということは考えられますけれども、今の現時点でこの今回のクラスターにおいて原因を特定するまでには至っていないという状況ですね。
一般に占める国方です。11月に入ってから、2件のクラスター以外にも岩国市での感染が多発しているかと思います。岩国で続いていることを県の方としてはどのように分析したいか、どんなところに原因があって、岩国が多くなっているかというふうに見てらっしゃいますか。そうですね、まあ、このクラスターというのがいつどこで起こるかというところはですね、なんか地域性があるのかというとなかなか難しいかと思います。まあ、夏には山陽小野田を中心に起きたわけですけれども、じゃあなぜ山陽小野田なのかと言われたら、それは起こったのが、まあ、特にクラスターでですね、まあ、そういった今回も接待を伴う飲食店あるいはその病院ですよね、まあ、そういったミスになりやすいところ等で、生じているということでありますので、まあ、そういったものは県内も他にもですねあるわけです。まあ、これが起きたのは何か特別な要因というよりは起きたのが岩国市だったということだろうと思いますけれども、いずれにしても、まあ、そうした密になる場面ですね、そうしたところでは改めて意識を高く、感染防止の意識を高く持ってですね行動していただきたいと思います。第一波が収束した頃に県の方でモニタリング指標を設けられて、100万人に、まあ、換算すると4人ぐらい感染者が出たら、また外出自粛等の要請を考えるというものだったかなと思いますが、まあ、ここにぴったり当てはまらない、おおむねそれに合致するぐらいの感染者が出れば、またそういった強い要請をされるのかなと当時は思っていたんですけど、今それを思えばはるかにも超える数が出てきて、この時のそのモニタリング指標というのは、今ってもうあまりもうなくなってしまう。まあ、もうこの感染がどんどんこう、コロナが始まってからですね、県としての対応の基準とかっていうのも変わってますが、まあ、これは病床が整備されていったりですね、今ホテルもですね、軽症者無症状者用にはホテルも確保しておりますけれども、まあ、そういった受け皿の体制、まあ、PCR の検査の体制、そうしたものを整ってきたこととの兼ね合いということでもありますけれども、一方で国の方でもですね、ステージ1、2、3、4というですね、自治体がその判断するべき、その感染拡大の状況についての目安が示されていますので、今そちらを元に、まあ、これ全国そうですけれども、そうしたところを指標にですね見ているということですね。モニタリング会議の学識者の先生方は今どのようなアドバイスをくださってますでしょうか。はい、モニタリング会議の専門家の方とはデータを共有しながらコメントいただいております。やはり病床地域の方が増えていることについては注視する必要があると意見をいただいております。山口新聞です。今回マリフの地域での相次ぐクラスター発生ということですけれども、マリフの地域での感染が広まっているという状況に今あるのかどうか、このあたりの見解を教えてください。事実としては今クラスターが2件ですね、接待を伴う飲食店で発生をして、従業員の中またお客さんに対してもですね一定広がりがあると。また同じエリアでの他の接待を伴う飲食店、これはこのクラスターが発生した店をですね従業員が利用してたというケースもあるんですけれども、まあそうした形でですねお店としては広がっているという状況ですね。ただこれがここまででとどまっているのか、あるいはその他の地域にも、他のマリフエリアにおけるですね他の店にも広がっているかというのは、これは分かりません、分からないんですが、調べていくと今回みたいなクラスターが1件出て2件出て、そしてまた他の店、接待を伴うお店に広がっているというところありますので、他の同じエリアの中でですね広がっているととも我々強く懸念をしておりますから、まあ、ここをまずしっかり把握するためにですね PCR 検査を一斉に実施をするということです。今回前回の岩国の接待を伴う飲食店も今回の B 飲食店もお店の名前は公表されていないんですけれども、これどういうことなんでしょうか。これはお客さんについては基本的に把握ができているということで、公表していないということです。そうすると他のお店にも感染が広がった場合、確認された場合っていうのは店名は公表される。クラスターが発生したりしてですねお客さんが誰が来たかわからないということであると、そのお店に来た人が感染している可能性がありますから、これを把握する方法としてお店を公表して、ご利用された方はご連絡くださいということは感染を抑え込むために必要であればやる必要があると思います。まあ、それは個別にまた判断をしていきたいと思います。
3日間 の、 あの PCR 検査の結果を踏まえて、今後、その件名の公表も含めてどうするかというところなんです。そうですね、ですからあのお店で、例えばすごく感染が広がってて、あるお店が従業員がすごく感染してるけれども、そのお店としては一体誰が来たのかわからないことであればですね、これはあのそこから先の感染を抑えるために、まず把握をする、そのためにお店を公表するということは取らなければいけない方法としてあるだろうと思います。まあ、そういう状況になるかどうかは、今回 PCR 検査を一斉にですね行って、個別に感染がその他に広がっているのかどうかというのを見てですね、その広がりの状況によって判断をしたいと思います。夏の会見では知事水が第2波が県内にも来ているとおっしゃいましたけど、今回 の、 あの感染の県内の広がりについて第3波のようなステージ全国的には第3波といえるですね、感染の波が来ているんだろうと思いますし、山口県もその波にさらされているというふうな認識は持っております。ただまあ県内の各地ですね、どんどんいろんな地域で感染が出ているということではなくてですね、今起きているのはあの岩国の丸布地域ですとか病院ですとかですね、限られたところでこの件数の多さとしてはですね、そういったところになりますので、全県的な波ということまでは至ってないかもしれませんけれども、いずれまあこの大きな波にですね、さらされている中で県内でも感染が広がっていくということはですね、懸念をしております。ここはよろしいでしょうか。はい、それでは以上で終了です。